ガマゴオリ市は、愛知県の東三河地方に位置する市、三河湾に面する観光都市である。ボートレースガマゴオリ、リゾート施設のラグーナテンボスや、テーマパークのラグナ市や、西の浦温泉、三谷温泉、片野原温泉、ガマゴオ温泉の4つの温泉街などがある。温室みかんで知られる、ガマゴオみかんの産地である。 1954年4月1日、愛知県で15番目の市として、市政施行された。市名は、河野形村と西の群村から1文字ずつ取った合成地名である。厚み半島と千田半島に囲まれた温暖な気候であり、沿岸一帯が三河湾国定公園に指定されている。近代から名古屋市近郊の保養都市として開発された歴史を持つが、 施設の老朽化やレジャーの多様化などにより観光客数と宿泊客数は減少傾向にある。市の人口も1980年代から緩やかに減り続けている。鎌坊市中心部周辺の空中写真。三河湾沿いに市街地が広がる。1987年撮影の14枚を合成作成。国土交通省国土地理院地図。 空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。市の南は風光明媚な三河湾に面し、中心部に三河湾国定公園の代表的な名所である竹島、西部に三金山、加えて西の浦温泉、三谷温泉、片野原温泉、蒲郡温泉の4つの温泉街がある。近年は大塚地区でのマリーンリゾート、 ラグーナ・ガマゴーリの開業による海をテーマとした観光、ヨットなどのマリンスポーツの振興に力を入れている。旧ガマゴーリ町、三谷町、塩津村の区域では、市政施工時に、旧大塚村、片野原町、西野浦町の区域では、ガマゴーリ市編入とともにそれぞれ町名が、設置されている。住居表示により、成立片野原城石園系片野原遺跡は、 縄文時代早期の遺跡である。また、蒲氷市内各所から、弥生土器が見つかっており、神の里の赤彦神社周辺では、弥生時代の大規模観合集落の後である、赤彦遺跡が発掘されている。6世紀中頃の古墳時代には、五遺産六に横浜式石室を持つ、円墳、権ン山古墳が築造されるなどした。かつて、 西氷と称された鎌氷史に関する最も古い資料として、7世紀後半から8世紀の木簡に、肩腹、美容の地名が見える。平安時代、12世紀に3年半ほど三河の国史を務めた歌人、藤原春勢は、容認と考えられているが、当地に屋敷を構えて、荘園、カバノ型タ層、竹屋層を開発し、 琵和湖地区武藤から勘定した八百婦神社を竹島に創建したなどとも伝わる。後に、藤原春勢から熊野散々に、竹屋僧、河野方僧が寄進され、熊野別途深を吹会やその娘婿で、平清盛の弟でもある、平忠則などが領して、熊野系武士団の形成や熊野系神社の創建、熊野地方との会場交通がなされた。原平合戦で、 平忠則が戦死すると平家木官僚となったが、合戦末期に、熊野水軍の源氏砲火炭などに対する、温床的に、源の頼朝により、熊野山陽に戻された。12世紀後半には、熊野別当系で、将軍源、頼朝のおじにあたる源の雪家により五以上が、築かれた。鎌倉時代に入ると、 初代三河守護、足立森長により、八剣神社社殿の造営や、三河七海道の五井長泉寺及び大塚丹の御堂の建立がなされた。やがて、藤原氏系将館で、深市会の子孫にあたる熊野出身の宇戸野氏が上の合城島を拠点として、支配地としていた。室町時代、大塚に、後の三河牧野氏進化牛久保ロッキー岩瀬氏につながる。 岩瀬忠江により中島城が作られた。応仁の乱が始まると、三河守護、細川重之の命で御動山に、丹野城が築かれたが、わずか一年で、西軍一式氏悲観三河牧野氏により落とされた。戦国時代になると、岩津城の松平思想家第三代、松平の文は、当地にまで勢力を伸ばし、こ分立して、竹山松平家、片野原松、平家、 後位松平家が置かれ、片野原城等が築かれた。その後、宇土の松平家も置かれたとされる。やがて、松平氏が、駿河の戦国大名今川義元の参加となると、宇土の氏も、今川氏悲観となる。徳川家康が、岡崎城に入り松平氏が、今川氏から自立すると、宇土の氏は分裂し、今川方に残った上野豪城の本家、宇土の長照は、 竹や松平家松平清吉や徳川家康率いる甲賀忍者らに撃たれた。一方、早期に家康に基準した下の里、宇戸野氏はそのまま残った。長有寺はこの下の里、宇戸野氏の菩提寺である。上野豪城には、宇戸野氏に代わって、家康聖母、お代の方の再婚相手、久松利勝が入り、安楽寺を菩提寺とした。 以降、九州氏が当地を治めたが、安土桃山時代には、徳川家康の関東移法に伴って、豊臣家臣の吉田城主、池田照正が上野豪城を有した。江戸時代には、川野方に、町ができ西郡の町と呼ばれた。現在の地域の多くは旗本、自社領であり、一部が、岡崎藩や、竹屋松平屋等が治めた、三河吉田藩、 片野ノ松平家が治めた片野ノ藩の領地であった。また、後に、竹谷松平家が、西氷五千国を領しカバノ型ジニアを築いた。産業では、三河木綿の生産や平安時代以降衰退していた生園が、盛んになり、平坂街道を利用した商業も行われた。ガマクラシックホテル1912年、三河湾の継承地である、竹島と、 三橋でつながる、対岸部に料理旅館、常磐館を創業すると、当時の文豪や政治家からも人気を博した。1934年には、鉄道商認定の政府登録国際観光旅館として、蒲氷ホテルが建築された。第二次世界大戦中は、学徒勤労動員により、男子の多くが豊川海軍交渉に動員された。 岡崎空襲や豊川空襲のような戦火は被らなかったものの、大戦末期の1945年1月13日に発生した三河地震では、片野原町を中心に大きな被害を受けたにもかかわらず、軍部により被害状況が隠蔽され、行政による組織的な救援活動もなされなかった。戦後はガチャマンゲーキで三河木綿の生産が盛んになされた。 豊川市が、ホイ軍から分離し姿勢を敷いた影響を受け、ホイ軍14町村のうち最大の人口を要する、蒲郡町を中心に、市政志向への動きが出た。当初、西田から地区6町村での合併が望まれたが、1954年に3町村での合併となり、後に1955年10月1日に、旧大塚村が、分村合併。 1959年、伊勢湾台風による高潮で大きな被害を受けた。1962年4月1日に、旧片野原町、翌年4月1日に、西の浦村が合併し、現在の蒲郡市の地域となる。明治、大正省は、平成2014年度当初予算、平成の大合併で、市町村合併を選択しなかった蒲郡市だが、 2005年度の経常収支比率は県内35市で最高の95.9%に達している。しかし、三方を山に囲まれた蒲氷市内の道路事情も通過交通量の割に全体的に整備が追いついておらず、国道23号バイパスの名豊高道路の一部である蒲氷バイパスの東側区間である豊川ためあたり IC 蒲氷 IC が 未だ開通しておらず、それらの整備を重点的に急ぐべきであるとの意見も多い。国内国外2005年に開催された愛知万博の一市町村一国フレンドシップ事業にてフレンドシップ相手国として迎え入れた。愛知万博後も一市町村一国フレンドシップ継承事業として交流が続いている。ガマゴーリ港は愛知県東部の三河湾。 厚み湾王にある港湾である。豊橋市、田原市、蒲郡市、豊川市にわたる三河港の一角をにっている。三河港は港湾法上の重要港湾、高速法上の特定港に指定されている。最近は多目的国際ターミナル整備のための工事が行われている。愛知県警察の管轄の警察署で蒲郡市を管轄とする。 大塚駐在所が、交番に昇格後は、市内に7つの交番を有し、館内に駐在所はない。消防組織法に基づき、消防機関が置かれる。本部消防署出張所消防団竹島ふ頭。左広報は、竹島アピタガマゴーリ店産業面では温暖な、気候を生かしたフルーツ栽培が盛んで、特に、ガマゴーリみかんの生産では、日本国内で有名。 また、伝統の、三河織物では織物、繊維ロープ工業が発展し、昭和40年代には、市内工業製造出荷額のうち80%近くを占めていた。現在は、工業分野の多様化により、繊維工業の比率は下がっているものの、繊維ロープ製造業界においては、日本一の生産量を誇る。商店街蒲郡市は三方を山に囲まれており、 市内を東西に抜ける主要道路は国道23号、国道247号のみであり、通過車両による渋滞の緩和などから国道23号バイパスの早期開通が望まれている。鉄道は JR 東海の東海道本線が市内を東西に抜けるほか、蒲氷駅から平吉田方面へ結ぶ名鉄蒲氷線がある。東海道新幹線も 市内を東西に通過するが、市内には駅はなく、東海道新幹線は豊橋駅が最寄り駅となる。蒲郡駅中心駅は JR と名鉄の両方が乗り入れ、JR の快速系統がすべて停車する蒲郡駅。JR は東から北西へ向けて通っており、名鉄は蒲郡駅から南西へ伸びている。 三河塩津駅と蒲氷協定場前駅は隣接している。古くからの町割りが残る市街地エリアは自動車の慢性的な渋滞が発生しやすい状況にある。現在、郊外に蒲氷バイパスの整備が進められている。平成18年4月現在、下記の15路線が蒲氷シリンド大町に搭載されている。標識やチェーン、柵などにより、 一般車両の通行が制限されている路線が多い。私立私立私立県立私立私立明治期から全国的知名度を誇っている景勝地竹島と三橋でつながる橋のたもとには大正昭和初期に文人たちが多く利用した料理旅館常磐館があり、菊池博士の火花をはじめ多くの文学作品に登場するとと,ともにその他多くの作品が ガマ市を舞台とした文芸作品文として残されている。現在、跡地には海辺の文学記念館があり、その足跡を残している。また現在も愛知県を代表する歴史的建築物であり、現役の宿泊施設、ガマフクラシックホテルとして営業する旧ガマホテルの建物は、城郭風の外観にアールデコ様式の内装と独特の建築であり、 春には、筒子祭りが開催される。市内には4つの温泉郷があるほか、マリンレジャーやテーマパークもあり、海と山に囲まれた継承地であり、県内屈指の観光地でもある。三谷祭蒲りみかん曲名は、蒲り市民の歌。作詞は、牧富屋。作曲は、藤山一郎。編曲は、山倉隆史。1974年に、 死化として制定された。死の記念式典などで歌われることはあるが、市内小中学校の授業では習わないため、市民には浸透していない。鎌坊市役所観光商工課にて、CD の貸し出しを行っている。観光大使特別観光大使、PR キャラクター。ありがとうございます。